TBS ラジオ伊集院光とラジオと又吉直樹と、おはようございます。今日はエイプリルフールですが、いつも嘘ばっかりついてるので、今日は嘘をつかない一日を目指したいと思います。よろしくお願いします。しかも誓うんじゃなくて目指すだけかTBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。わっしょいアシスタント安田美香です。まあ、今日のゲストはですね、まあ、お笑い芸人でもあり作家でもある又吉直樹さん、又吉直樹くんなんですけども、はい、なんつったらいいのかな、お笑い芸人がやっぱ文才もあっていろんなご本を書くということはありますけれども、小説書いてそれが芥川賞取っちゃうって、いやーすごいですよね。後にも先にもだよね。別に彼が取ってその先取る人も出そうにないし、想像もつかない。もうそれこそ又吉くんが取る、受賞する寸前まで誰もこんなこと想像してないよね。うんうん、で、なんかさ、見た目すげえ暗い人に見えるんだけどさ。はい。あの人サッカーめちゃくちゃうまいんだよね。そうらしいですね。すごいらしいよ。だから機敏に動いてる姿が一切想像できない。想像つかないです。はい。謎の部分がすごい多いんですよ。はい。あと相方どうしてんのっていう。そうですね、綾部さんね。ねえ、ニューヨークにずっとどれぐらい行って、相当長く行ってるでしょ。ねえ、2017年の4月ぐらいからですね。からだよね。どうなったら帰ってくるの？ね、まあ、それは本人ね、又吉くんに聞いてもわかんないかもしれませんけど、この後、又吉直樹くん登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は、金福明太パーク、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、又吉直樹さんは1980年生まれ、大阪府出身の現在39歳。2003年、綾部祐二さんとお笑いコンビピースを結成し、バラエティ番組ピカルの定理や笑っていいともなどの出演で全国区の人気を得ました。また2015年には小説火花で第153回芥川龍之介賞を受賞。その後もお笑い芸人として活躍する一方、小説家としても意欲作を次々と発表している又吉直樹さんが本日のゲストです。さあ、ということでスタジオには又吉直樹くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、はい、お笑いはやりづらい世の中ですね。そうですね、今ちょっと、影響はやっぱり仕事ちょっとなくなったり、うん、公演とかライブとかが、うん、なくなってますね。はい、そんな中やっぱ執筆したりするのかしら。執筆する時間は結構あるんで今、うん、はい、割とずっと書いてますね。なんかね、はい、アクリル板の向こうに、はい、で、こう、又吉くんいるとね、なんか今度はこっちが警察になった感じする。面会。ね、なんとなく。そうですね、うん。取り調べを受けてるような感じでもありますね。なりますね、ちょっとね。さあ、ちょっとそんなか、もう何度かお会いしてお話をしてるんですけども、はいはい、僕の中で謎の部分が多くて、はい、ずっと多くて、はいはい、何から聞こうかな。お笑いの目覚めと、はい、物を書く目覚めはどっちが先？お笑いですね。じゃあそのあたりから行きますか。最初お笑いに目覚め、長所をそのあたりから取っていきますか。動機ね。まず動機から確かめていこうと思うけども、はい、ね。お笑い、漠然とお笑い好きになったらどれぐらいですか？小学生の頃なんですけど、うん、なんか、こう、お笑いに疎かったんですよ、どっちかというと、うん。でも、なんかね、文化祭で最初に、小学2年生の時やったんですけど、猿カニ合戦ですかね。あれをみんなでやるときに、うん、まあ、僕大阪出身なんですけど、大阪でもみんな標準語で劇やるんですよ。はい。それがなんかちょっと、なんか、違和感があったんですよ。はいはいはい、はい。で、勝手に頼まれてもないんですけど、すべてのセリフを関西弁に直してみたんですよ。ほう。それで僕全然、その、受けを狙ってとかじゃなくて、うん、なんかそうしたくてしただけなんですけど、で、書いてると、その赤ずきんちゃんの後を追ってる狼の場面あるじゃないですか。うん、あそこが、
長すぎて、無駄やなとか思って、うん。ああ、ほう、はい、で、そこにちょっと、当時 CM でよく流れてた、なんかその、音楽とか、っていうのを、口ずさんでもらったりして、はい、うん、そういうのを、それも別にね、笑かそうと思ってじゃなくて、あ、そうした方がいいなと思ってやったんですよ。そしたら、はい、なんか本番やってみる、みんなも稽古の時から結構なんか笑いながらやってくれて、うん、で、本番やってみると大人がすっごい受けてくれて、それ僕本当に、なんで笑ってるんだろうもあったんですけど、なんかすごい気持ちよくて、へー、こういう反応になんねやと思って、そっからなんか、毎回そういうのを僕がやるようになったりしてて、そのぐらいのタイミングで吉本新喜劇を見始めてっていう感じですかね。でもちょっと面白いよね。なんか、当たり前のように標準語で教材って書かれてるから、はい、学校の先生もそれでやろうよってことでしょ、はいはいはい、そうすると、なんか、怒ってるカニが、何するんですかって、多分嫌なんだろうね。関西人からしたら、ね、大阪の人からしたら、なんか出しづらいとか、感情込めづらい、変なんだね。なんか当時の僕はそう思ったんですよ。うん、でもみんな当たり前のようにやってたんですけど、うん、言われてみればそうやなと思ったのか、うん、なんか、それですかね。でも、感覚的にはあれに言ってんじゃない？さんまさんが、男女7人出た時に、はいはいはい、なんで恋愛ドラマって全部、標準語なんだと。はいはいはい、それで多分、あんまりそういう関西弁で恋愛ドラマのど真ん中にしょっていなかったのが、はい、なんか急に生き生きとして、面白いもんでしてヒットするあの感じとか、なんかすごいね。それで言って、あ、ここなんかつまんないなっていうか、ま、なんか長いなって思ったところにちょっと足したりするのも、はい、そこで本能的にちょっと目覚めてる。そうですね。そこでなんかその、お芝居のその本をちょっと自分で触ってみると、うん、その吉本新喜劇とかもうすごく面白く感じられてきて、で特にすごい寛平さんのことがすごいなんか好きで、多分子供の間ですごい人気あったんですけど、はい、メダカ師匠と寛平師匠が、猿と猫になって戦うくだりがあるんですよ。新喜劇のもう後に僕ら知りますけどね。やってるんですけど、もともと借金取りとお店の人の、ふざけんなお前払えとか、そういうやりとりの中から急に寛平さんが猿になって、で、メダカ師匠が猫になって戦うっていうのが。急にそのさ、ニャーとかヒーとかじゃないのよ。めちゃくちゃリアルなんですよ。そのものなのよ。猿の中、歯茎剥き出して怒る感じとか。はい、もう謎の。で、長いよね。あのくらいもずっと飽きないんだよね。すごい長くて。で、ずっと毎週のように見てると、途中一回二人がブワーってこう、喧嘩、猿と猫で喧嘩した後に離れて、はい、お互い視線を外す時間とかあるんですよ。それとかもすごいリアルで。だから、新喜劇ってよくベタみたいな、いい意味でベタって言われるんですけど、うんうん、あっこだけもうカフカみたいな世界なんですよ。むちゃくちゃシュールな。いつ戻んの？いつ戻んのこれっていう。そういうのでなんかハマっちゃいまして。はい、なんかね、東京に、やっぱ、寛平さんって伝わってくるのちょっと遅いんですよ。はいはいはい、もう、関西では絶好調。だけど、俺らあんま知らなくて、はい。で、関西から来た知り合いは、もう、東京の人間は新喜劇目当てってかわいそうだよね、つって、はい。今みたいにネットしてるとこがないから。ああ、はい、はい。全く見ることができないから。ああ、なるほど。で、たまに何かで新喜劇を見ると、はい、ベタの繰り返しを知らないから、はい、そんなに来ないんですよ。はいはいはい。だけど寛平師匠がステッキ振り回すとこだけは、はいはいはい。どうかしてる人がいると思って、すごいね、俺はあれはずっと見てられましたね。すごいですよね。ね、未だにまあ老人の格好して杖を振り回すんですけど、はいはいはい、でこの間劇場で、はい、この杖を振り回してるまま幕閉まったらしいんですよ。で幕閉まってもまだ裏でずっと杖でなんかその。暴れてて、で、後輩がみんな、師匠もう終わってますって言ったら、知ってるって言ったまま暴れ続けてたらしいです。何なんだろう、あの人。でも、全員笑かしたいんでしょうね。なんですよね。だって幕で見えてない奥の話ですよね。そうなんですよ。で、本格的にじゃあ自分がやろうってなってくるの？その後に、やっぱ同級生がみんなダウンタウンさんに夢中になり始めて、うん、それを見て、あ、お笑い芸人っていう職業、うん、なんか若い人もやるんだっていう。うん、そうか、新喜劇から入ってるから。はい、うん。で、なんかそういう深夜番組のお笑いを見るようになって、そっからですね。へぇー、はい。その時はサッカー少年なの？どっち少年なの？
サッカー少年です。サッカー少年で、はい。え、なんだろう、作文少年ではないの？作文も好きでした。すげえな。両立するの、なんか僕の中で関西でプロになるほどお笑いもやってて、でいて、しかも物もかけて、そこにサッカーが入ってくるとか全然わかんない。ああ。サッカーだってレベル高かったでしょ？そうです。一応全国大会に行って、はい。だから不思議がられてましたけどね、サッカー部でも浮いてましたし。浮いてましただって全国大会行くサッカー部のみんなはそれほど本読んでる時間がないでしょうよ。でもあ、なんですか？通学？はい。通学の時に読んでましたね。へぇー。その時間を利用して。電車の中とかね。はい。太宰治とか好きなんだもんね。太宰とか芥川とか近代文学を読んでましたね。でも。太宰治と、ね、はい。サッカーが全然俺の中では両立しない。野球だってそうだって。全国大会行く運動部と太宰治、芥川が全く同居しない。むちゃくちゃ体育会系の人、実は。しかも、僕の行ってた高校って、その、関西の人とかに言うと、その、特にサッカー部は、何話の男塾みたいな言われ方するような、で、横断幕も、この、何話のど根性って書いてるんですよ。で、それが許される高校というか、ど根性。誰も疑わない。はい、ど根性と言っていいのはこの高校みたいなところで、100人ぐらい新入部員がいて、で上下関係もすごい厳しかったですし、で、一人ずつ、おはようございますってこう挨拶をしていって、小一下がってやり直しとか、そういうのをもうやってきたんですよ。その人は通学途中に生まれてすいませんはないでしょ。生まれてすいませんっていうトーンじゃないもん。いやでもその時もほぼ僕今と一緒なんですよ。で、それでみんなおはようございますって言っていって、で、失敗するやつとかもいて、で、僕は後の方で並んでたんですけど、はい、なんで大きい声出さな怒られるって分かってるこの状況でやり直しをさせられてるやつがいるんだと、時間の無駄やから一発ででかい声出せやと思いながら、その順番を待ってたんですけど、はい、僕がおはようございますって時に声出てなさすぎて先輩がめっちゃ笑ったんですよ、なんか当時から結構許され目というか、まあ異質だったんだろう、なんだろう、ある程度さかすってないと怒れない。なんか直せないから。はいはいはい。そこが超異質だったんだろう、ね。そうですね。結構だから、先輩とかにもこう、まあお前はしゃあないんかな、みたいな感じで。はい。ただ練習あんまりサボらないんで、結構真面目にやるタイプなんで、割とこのまんまです、だから。高校の、そのサッカー部の友達にも変わらんなって言われます。サッカー選手になろうとかは思わなかったですか？思わなかったですね。それはやっぱ、全然違います、ものが。全国なりにやっぱすげえの いるんだ。います、います。え、当たったことある選手ですげえなっていう人って、その時感じた。同い年だと玉田選手とか。はいはいはい。俺でも知ってる。うん。あと、ちょっと下ですけど、大久保選手。そういう人たちはやっぱ違うんだ、もうその時点で。違いましたね。太宰も読んでないし。太宰も読んでないでしょ。ね、読んでないですよね、どうやったってね。僕が太宰のページをね、めくってる間に多分筋トレやったりしてたんでしょうね。さ、う、ら、ん、に蹴ったりとかしてるんだもんね。はい、だ高校の時に国見と練習試合して、で、それの試合に出たんですけど、はい、むちゃくちゃ強くて、体も。速い、強い。で、僕、その自分とマッチメイクした相手のことを覚えてたんですよね。一番サッカー自信があった時で、今誰とやっても割といけるなっていう時に、全く歯が立たないなと思って、あ、こういうやつがプロなるんや。あ、よし、もうこれ、それこそ、本当の意味でサッカー諦められたというか、大学行きながらサッカーにだからお笑いやるとかもあんのかな、と。でもそれはちょっと、どっちかに決めな、不純かな、っていう時期に、その試合で、本当に。迷いをダーンっていう、はい。はい、もう絶対無理っていう。で、その、僕の、だから同級生の国見で、絶対にとんでもない、プロが出てくると思ってたんですけど、出てこなかったんですよ。あれでも無理なんかと思ったら、後々聞いたら、それが大久保選手やったんですよ。ああ。後々、日本代のフォワードになりますけど。はい、じゃあ、彼が諦めさせてくれた。そうですね。で、お会いした時に自分から言うのはちょっと恥ずかしいから、うわ、大久保さんやと思いながら黙ってたら、大久保さんが、又吉さん、北洋ですよね。僕、北洋っていうとこなんですけど。はいはい、僕行きましたよ、みたいな。その時、被ってますよね、つって。だから、出てました。あ、実は僕あの試合出てて、つって、僕、中盤、真ん中やってたんで、当時中盤やってましたよね、って話あって、やってたんですね、みたいに
なって、で僕自分の思いを伝えたんですよ、だからワールドカップで大久保さんがその外国人の大きい選手とぶつかっているのを見るだけでちょっと泣きそうになるんですよみたいなこと熱く語って、あと一言なんか言われたらもう泣いてしまうっていう時に、はい、大久保さんに松井さん鼻くそついてますよって言われてむちゃくちゃ恥ずかしかったんですけど相当恥ずかしいですよ、ね、俺どういう展開になるんだろうと思って、実はっていう、僕も又吉くんのこと覚えてましたよパターンか、全く逆の、全然その、はい、なんつうの、全く眼中にないパターンかと思ったら、はい、鼻くそついてるパターンですよ。鼻くそついてたみたいです僕その時。その展開、ちょっと芥川賞のパターンわからないわこれが芥川賞のパターン。違います。それは違います。芥川賞のパターンってないですか？ないですから。そんなのあんならみんな撮ってますから。ないですから。で、まあ、吉本行くわ。吉本やっぱ学校入るんでしょ？あ、そう、養成所に行きました。NSC に。いきなり綾部くんと組むん？いえ、最初は中学の同級生と一緒に入って。あ、そのパターンだ。で、コンビ組んでたんですけど、で、3年ぐらいやりました。あ、そのこと。はい。で、解散して、綾部も同級生でやってたんですけど解散してたんで、一緒にやろうってなって、でピースになりました。でもピースになったらこんなこと想像もしないでしょ。片やニューヨーク行ってるし、片や芥川賞も取ってるし。そうですね。ニューヨークは全くもうよもうね、想定外ですよね。てか、ニューヨーク行った時点でもびっくりするけど、はい、普通半年か1年ぐらい帰ってきて、はいはい、すごい語学が堪能になってきて、はい、ニューヨークに関することは任すとけの芸人になるじゃない。そうですよね、普通は。やつは何をしているんですか？なんか、スターになりたいっていうのをずっと言ってますね。今もですか？はい。行く時にそういうトンチンカンなことを言ってたのは聞いてましたけど、はい、まんまですか？今も相変わらず言ってるらしくて、はい、しかも、すごい楽しんでるみたいです。ホームシックになることもなく。え、焦りも？はい。それすごいね。すごい。いや、ハートは強いですよ。あと、英語を覚えに行っても2年ぐらいになるんですけど、はい。最近英語は、ハグと握手のタイミングだって言ってるらしいです。英語マスターしてないっていう噂だよね。どんなもんなのかちょっとわかんないですけど、そうですね。今後どうなってくるピースは？いや、僕は帰ってきたらやりたいんですけど、でも綾部がニューヨークで何かの間違いで本当にスターになってくれると、面白いなと思うんですけど、なかなかどういう形があるのかが。なんかありますかね、形。でもすごいのは、今悩んでないのすごいよね。すごいです。こんだけ、もう、その、とにかく新しい人って、どんどんお笑いのスパン早くなってるじゃん。はいはいはい。大流行こう、3ヶ月で聞かなくなるっていう。そうですね。誰もパンケーキを食べたがらない。ね、全く。このスピードの中で、みんな不安でいるのに、3年でも大丈夫。大丈夫みたいですね。スターになる可能性はある。さあ、ちょっと一回 CM 挟んでまだまだ、最新の話をお聞きしたいと思っております。ピースの又吉くん、又吉直樹くんを迎えしております。伊集院光と、ラジオと又吉直樹と、人間と。改めまして、今朝はゲストにお笑い芸人で作家の又吉直樹くんを迎えしております。ここからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ネタを書くのと小説書くのの、はい、違うとこと同じとこってどこですか？はい、ネタを書くのはあんまりノート開いて考えるというのはあんまりないかもしれないですね。あ、どっちもないか同じのと同じとこ同じとこですね。それはプロットメモったりとかはしないの？はい、あ、メモったりはします。うん、特に、小説の場合は、うん、ノートに一応、設定とか登場人物とかは思いついたのをこうメモっていったりして、コントは割と頭の中で作って後から書くっていうのが多いですかね。ほぼほぼ完成したところで書く感じになるんだ。はい、そうですね。なんだろう、自分の中で、自分のコントはこういうのみたいなのってあるのかしら？割とここ何年間はずっとなんか風景みたいなのを、このさよなら絶景雑技団っていうコントライブをずっとやってたんですけど、やってきたんですけど、そこはそのなんとなく日常でも何でもいいんですけど絶景に見えるような場面を一場面コントの中で、それがすごいバカバカしくてもいいんですけど、なんか作るみたいなのを
やってきましたかね。例えば例えば、ちょっとお芝居的なものがあったりだとか、なんか小学校の時に仮にこうなったら嬉しいなっていう妄想みたいなものを実際に舞台上でやるみたいな、うんうん、それぞれが思う、絶景みたいなのをやるっていう、はい、メンバーはそれは誰とか？メンバーはパンサー向井とか、はいはい、サルゴリラ小玉っていう一緒に住んでたやつなんですけど、はいはい、あとしずるライス、うん、猪下よしよしとかですね、うん、へえ、小説はどれぐらい時間かかるもの？かかりますね。結構どれくらいなんですか？1日やっぱかけても僕はまだ5枚ぐらいなんですよね。結構スローペース、はい、で普通で3日連続でかけたらそれがこう増えていて30とかになるんですよ。なんかこうちょっと加速つくんです。そうなんですよ、うんうん、こうそこにおる時間が長ければいけるんですけど、こう入っていくまでに結構時間がかかるというか、うん、だからなんかこう物語を書いていってここ変えたいなと思ったりするとすごい時間かかって、流れで書いてる時は割といけるんですけど、なんかすごいなと思うのはその自分もね小説書きたいと思うことはあるし、かつてあったのね、はいはい、かつてあったんだけど、なんつうのかな、途中で飽きちゃうというか、それないんです、うん、そういうことってないん？恐怖はありますね、たまに。止まっちゃうんじゃないかって。書けなくなったらどうしようっていうのと、うん、あと、コントとかでも、うん、これ受けんのかなって怖くなるじゃないですか。なる。5分ぐらいのコントでも、これ受けるこれって怖いじゃないですか。小説って半年ぐらいずっと一人で書いてて、これ滑って終わりっすよね。いや、だからそれがすごいと思って、たかだかエッセイ一つ書いても、はい、まあ自分のエッセイの真似事書くけど、だんだん書いてるうちに整理整頓していくうちに、はい、これは果たして面白いのかってなるでしょ。正直なんて今言った通り、はい、何ヶ月がかりで疑い始めた時ってどうする？そうする。だから、その中で自分で、あ、これはもう最悪、むちゃくちゃ面白くないって言われたとしても、自分としては、いや、これは面白いと言えるもんにしとかないと、もう持たないですね、心が。それは小説でなくても、普通にテレビ出てても、今の俺の 100% ではあるっていうか、はい、そのいろんな条件も含めてだけど、はいはいはい、最終的には、俺は真摯にやったっていうことしか、そうですね、なんか、それがないとちょっと立ってられないみたいなところがあるから、はい、そう、クイズ番組で一回もボタン押さないで帰る時の、はい、うまくいかずに帰る時も、でも俺は 100% やって押せなかったんならば許されるけど、はい、みたいなところちょっとあるから、はいはいはい、でも今聞いただけでゾッとするね。半年がかりで書いたものに、ちょっとでも疑いがパッてよぎった時の。はい、で周りの後輩とかに、ちょっとこのくだりだけ読んでくれとか、聞いてくれって僕が読み聞かせするんですけど、うんうん、みんな、嫌がるんですよね。そのプレッシャーすごいもん。傷つけたらどうしようって思うから。おそらく、ある程度知ってるから、そうすると、多分、その手応えが欲しくて今俺に言ってんだろってなると、俺、間違った時、とこで笑ったりもダメだなってなっちゃうもんね。そうですよね。あとなんか途中だけ聞いてもよくわかんねえよみたいな後輩もいますし。そいつ言えるだけタフだけどね。でも今度はね、そういうものが映像化されたりするじゃん。はいはい、映像化されるときはどういう気持ちなの？自分の手をちょっと離れていく感じ。すごい嬉しいですね。それはもういいんだ。面白いんですよ。自分は今のところ一人称で、うん、要は主人公の語りで書いてるんで、うん、一人称の視点で見えた世界じゃないですか。で映像になるとその語り手も含まれるじゃないですか、うんうんうん、それがすごい面白いんですよ。あ、なるほどなとか自分が描いた世界ではあるんですけど、そこに僕はカメラを絶対構えてないんで、なるほど、初めて見る主人公の背中が見えたりするんで、それにはじゃあそうじゃないのにはない、自分の思いと違う動きをしててもいいの？もう逆に。そうですね、今のところでもご一緒させてもらった監督さん、みんな原作を読んでくださって、なんか理解した上でこう作ってくれてるんで、なんかあ、それは違うのになっていうのはなかったですね。でそんな中、本当はもう世の中が静かだった、ちゃんと公開直前になる作品が
あって、そうなんです。今まだ対応が分かんないんだけど、タイトルは劇場という。劇場、ついに。はい。僕の2作目。はい。なんですけど、はい、それが映像化されまして。うん。はい。で、公開が今一旦未定に戻っちゃってるような状態なんで、皆さん自分のペースで行けそうな時にきちんとチェックをしといていただくぐらいしかちょっと今言いようがないもんね。そうなんですよね。さあ、そして、お家にいる時間も皆さん多いでしょうから、お昼間さんも多いでしょうから、本関係のお知らせをじゃあ安田からしてください。はい。来週の金曜日、エッセイ集、東京百景の文庫版が発売されます。また、芥川賞受賞作、火花の英語版、スパークが先月イギリスで刊行されました。これは綾部くんが訳してないですよ。訳してないです。任せられないです。任せられないですよね。はい、ハグのタイミングでは訳せないですもんね。うね、どうやったって、はい、英語で。だいぶ薄い3ページぐらいにまとまってしまったんで。だいたいギュッとしたら終わりですからね、ハグはね。はい。そうね、これ、どう自分でこうやってイギリスで、その、英語になって出るってどういう気持ち？いや、嬉しいですけどね。どう読まれんねん。しかも、火花って漫才師の話なんで。そうです、そうだ。どうなんだろうと思う。漫才っていうスタイルは多分ない。そうですよね。だからどういう風に読まれるのかなと思って。相談はされるの？こういうニュアンスですけどみたいな。いや、もうお任せしました。割と、なんか、有名な、うん、出版社やったんで。はい。ただ想定、その、本の表紙を見て、びっくりしたんですけど、はい、目玉、明るめの目玉焼きが2つ乗ってる想定で、なんか面白いなと思って。もうそれももう任せたと。この信頼ある会社なんだから、はい、それは俺が死ぬものを言うよりもっていうことで任せて、そのあたりは。だから正直、どう思いますかって、はい、見せられた時に、はい、僕笑ってもうたんですよ。もう自分の中ではなんかこの、割と若い頃のしんどい時間とかのことも書いて、出たつもりだったんで、はい、めちゃめちゃカラフルな目玉焼きの表紙やなと思ったんですけども、この笑ってるっていうのがすごくいいなと思って、面白いですねつってそれになったんですけど、でもなんかちょっと気になるね、またもしかしたらイギリスで受けたりとかすると、そうですね、読んでいただきたいですけどね、ね、でイギリスでも映画化したりして、はい、そこに綾部が間に合うかと。通行人でも何でもいいですけど、す、ね、間に合うかどうかっていうところ。どの役で、ね、どの役なんでしょうね。さあ、さらには。はい。そして、毎日新聞夕刊で連載されていた長編小説人間も、現在、好評発売中となっています。ねえ、はい。まあ、長編小説ってどれぐらいからを挑戦、はい、長編っていうの？なんか350以上なんですかね。火花でも200、30枚、うん、原稿用紙で言うとあったん で、はい、で劇場が300枚で今回は多分400枚以上あるんですかね。これ連載って、はい、どれぐらいかな、全部か書いたのを切るんじゃなくて書いてるの、ずっといろんなスタイルあるらしいんですけど、うん、僕はもう3日後の原稿ないみたいな感じで書いてました。でも僕最近それが面白いんだって思うようになってきて、はいはい、その又吉君にも出てもらった100分で名著っていう番組で、はいはいはい、僕は逆にああいう小説とかを読むのが苦手な人だったから、はい、あそこでいろんなもんに出会うとなんかその締め切りに追われてるみたいことが、はい、めちゃめちゃ面白くなる、あ、そうですね、っていうのはすごく感じるんですけど、なんか余裕がありすぎるとこれ書かんとこうとか、自分が一番コアなところやからちょっと恥さらすことになるから、同じくらい面白いことで別の何かがあるだろうみたいになるところが、うん、切羽詰まってると、うん、もうなんかどんどん出していってしまうみたいなのもあって、追い詰められても逆に自分の その時に思いついたすげえやつで、はい、次また追い詰められたりするの？あ、そうですね、そこで書いてそれを次の日また受けていかんとダメですもんね、うん、そうです、変な展開してもやっぱり昨日のなしでとはできないんで、それを力ずわ技で紡いでいくときに、はい、多分すごい人って 120% 出たりとかするんでしょうね、はいはい、そうですね、だからライブっぽいですね、なんか誰かが言ったことにこう反応していくみたいな、ね、はい、それが最後そのまとめて出すときに、まあ問題なきゃこのエネルギーすげえなってなりゃそのままそうですね、ちょうど今その100分で名著っていうところで、はい、ピノキオを取り扱ったんですけど、はいはい、ピノキオの作者の人ってちょっと予告編になって宣伝っぽくなるんだけど、ピノキオの作者の人ってダメ人間すぎて、はい、
あの連載の途中で借金返し終わったから辞めたいってなっちゃって、突然ピノキオは首を吊って死にましたって、一旦終わってるんですあ、そうなんですか。それでファンレターがいっぱい来て、子供から、はいはい、かわいそうだから生き返らせてっつって、はいはい、生き返りましたっつって、まあ、すごいですね。してんですけど、後で読むとその自由さがめちゃめちゃ面白いみたいな、なんかその辺はなんかちょっとネタも似てるじゃないですか。思い通りいかない時のなんか力技で戻したやつがすごい面白い、はいはいはい、予定調和じゃない何かがなんか出た時の方がそれが面白いですよね。さあ最後に夢や野望、今後。そうですね、なかなかイメージしにくいんですけど、やっぱりその相方がニューヨークにいるんで、なんかね、ニューヨークの相方とピースの夢か描きづらいとこありますよね。そうなんですよ、どっちかが爆発的にこっから売れないと一緒に仕事できないですよね、多分それで綾部がもう帰ってくるからですよね。でも綾部くんのそのヤバさは、はい、行く可能性ある。そうなんですよ、僕がそっちを望んでて、あんまり相方のなんか失敗を望みたくないんで、できれば綾部がスターになって、もう本当にボディーガードをつけて日本に帰ってきてもらってなんかトークライブとかやる時もなんか、なんていうんですか、僕と格差が生まれてるみたいな、なんかそういうことをできたら面白いですけどね。あとはプライベートの夢とかも。プライベートで言うと、てかプライベート何してるの？俺一回下北歩いてるの見たことあって、はい、ああ僕ご挨拶しました。そう、はいはい、してもらって、私も下北の古着屋さんでこう奥を見てらっしゃるの何回か、ね、風景に溶け込んでるよねあれあの人芥川賞取った人だよなって思ったけど空気に溶け込んでるんだけど、いやー、もう本読むのと今はもう映画すごい見てますね。今やっぱり家にいることが多く、あんまり出歩いてないんで、はい、あとはもう仕事してって感じですね。これやりたいはないんですか、せっかくだから。プライベートで、プライベートですか、美味しいカレーを作れるようになりたいっていうのと、なりたいんだ、ね、あと美味しいなんかお酒とかを作れるようになりたいんですよ。作りたい、はい、今までずっとこうネタを書いたり小説文章を書いて人が笑ってくれるかなとか、なんか面白がってくれるかなでやってきたじゃないですか。だから間に作品を返してるじゃないですか、うん、料理とかお酒って直接人の体に入っていけるじゃないですか。面白い考え方だな。だからこう内部からこうなんか攻めてみたいっていうのがうわー、なんかカレーってできそうだよねすげえ楽しくなったとちょっと悲しくなるような配合してやりたいよね。なんかそういうの作ってみたいんですよね。うわー、なんか面白い。やっぱなんか、ね、全然他の人と違う。いや、そんなことないですけど、うん、自分の思って、なんか東京の人間ってまず関西と大くくりにしたいですよ、大きくくったりするけど、はいはいはい、それにも入ってないし、例えば吉本っていうのもくくってる気がするんだけどそれとも違うし、謎の人です、ということで、はい、今日のゲスト、お笑い芸人で作家の又吉直樹さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。